日ハムロドリゲス、別人になってしまう。ロドリゲス痩せすぎて別人やな、新外国人かと思ったわ。ロドリゲスは熱い鎌ヶ谷で投げるんだし、太ってた方がいいんじゃないか。ロドリゲス、ボスが先発足りなる先発転向しろって言うから、死ぬ気で肉体改造したら先発が余っていたでござる。せいぜい谷間先発だろ。ロドにはロングリリーフで頑張ってもらえばいいじゃん。問題は外国人枠だな。そこから外れるなら十分使い道はあるんだが、ロドリゲスには2軍のイニングイーター兼ナックルカーブ伝道師という重要な仕事が待っている。日ハムを中心に動画をまとめていきます。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。